日本北海道札幌市と平区く、月寒中央通り日本北海道札幌市と平区く、月寒和妻日本北海道札幌市と平区く、月寒西月寒は、北海道札幌市と平区くにある地名。1871年の入植から1943年までは、月サップと呼んだ。現在は、月寒中央通りと、月寒あず月寒西がある。 地区内を走る札幌市営地下鉄、東方線により札幌駅と結ばれているほか、地区の南東部に札幌ドームが建設されるなど、札幌市内の重要な住宅地の一つとして発展を続けている。1871年に岩手県からの入植者によって回帰された。地名の由来には、諸説あるが、アイヌ語の、チキサ、または、ズケサが点火して、ツキサップとなった説が有力である。 地名の読みは1943年に現在の月サムに変更された。かつては陸軍第7師団不評第25連隊が駐屯する基地の町としての顔も持っていた。陸軍によって月サムに付設された水道は北海道で初の水道であり、その主水道は現在の西岡水源池に残されている。入植までの歴史については隣接する。 福住地区の歴史も参照。月サは1871年に岩手県人44個144名によって開拓の桑が現在の月寒中央通から入れられた。1871年に現在の北広島市の一部まで含む行政村として月寒村が置かれると月寒はその中心集落となった。1895年には 月寒村の人口増加に伴う治安維持のため、月寒巡査駐在所を現在の月寒中央通り9丁目に設置。1900年に月寒村46番地に移転。1902年に豊平村及び平岸村と合併し、豊平村の一部になった。豊平村から豊平町の役場は北西寄りの豊平にあったが、この地区が 札幌区に編入された1910年に、現在の月サム西一条六丁目に移転した。以後の月サムは、豊平町の中心地として、室蘭街道に沿う形で発展した。また、平岸地区から月サムの役場まで移動ができるように建設された道路は、陸軍兵士がアンパンを食べながら工事に当たったことから、現在でもアンパン道路と呼ばれている。 1913年に、現在の中央区南4条東1丁目と月寒の間に、客馬車の運行がされると、1926年に、豊平駅と月寒の間に、バスが営業を始めた。同年に、北海道鉄道が、現在の JR 千歳線にあたる路線を開通させ、その線上に月寒駅が開設された。月寒駅は1973年に、 月寒駅を含む千歳線の一部が新線に付け替えられた際に旅客取扱いを廃止して貨物駅となりその後駅そのものも1976年に廃止された太平洋戦争中の1944年には豊平町議会は難読を嫌った陸軍の要請を受けて月サップを月寒と改めたしかし千歳線月寒駅については 北海道鉄道を戦時買収した鉄道省とその後ろ身である日本国有鉄道が要請に従わず、月サップ駅のままとした。今日、月サップという故障は東方線、月サム中央駅前の月サップ中央公園、歌の月サップの少年、月サップジンギス館、クラブ等ごくわずかしか残っていない。旧北部軍司令官官邸。 月寒東2条2丁目1940年に北海道、東北地方を統括する旧陸軍の北部軍司令部が現在の札幌市立月間中学校の位置に置かれ1941年に右写真の北部軍司令官官邸が建てられた。戦後、この建物は GHQ に接収された後、1950年から1983年まで 北海道大学学生寮として使われ、1985年より、月サップ強度資料館として市民に開放されている。終戦後の占領期、千歳から札幌までの室蘭街道の舗装が GHQ によって優先的に行われた。この区間は弾丸道路と呼ばれたが、この名称については、アメリカ軍の弾丸を運搬するための道路という、説から、 弾丸のように速く走ることができる道路、弾丸のような特貫工事で舗装が行われたまで、諸説がある。1956年に町役場は、現在の月寒中央通り7丁目に移転したが、1961年に豊平町が札幌市と合併した時に、町役場の庁舎はそのまま札幌市豊平市所になり、豊平区成立後の1974年に、 新しい豊平区役所庁舎ができるまで使われた。1994年には札幌市営地下鉄東方線が放水すすきの駅から延伸し、10月に月寒中央駅、福住駅が開設された。月寒東の内月寒川の東側は東月寒と呼ばれており、現在は住居表示上存在しないものの、学校や連絡所等の公共施設名や、 町内解明に用いられている。1877年に、函館戦争に敗れ、道内を闘争していた和田義平が、現在の札幌市立羊岡小学校付近に入職したのが、東月サム最初の入職と言われる。東月サムは開拓当初、国道36号側を、二里塚東北通り側を東北通りと分けていたが、1944年に、 東月寒地区の大半の土地を所有する発甲学園に習い、発酵と解消し統合した。ちなみに、東北通りと呼ばれていた時代、月寒川の西側は、西北通りと呼んでいた。戦後、発酵から東月寒と解消したが、1950年に111世帯、人口545人だったのが、工場の建設、宅地化などの影響もあり、 昭和50年代には5000世帯、人口1万5000人を超え、また、隣接する月寒東あずまと紛らわしいとの理由もあり、1973年12月1日に、現在の月寒東5条11丁目、5条12丁目、1978年10月23日に、現在の月寒東1条11丁目、2条11丁目、3条10丁目、4条10丁目、 五条十二丁目、十一月十三日に、現在の月寒中央通り十一丁目と解消し、1980年一月二十八日には、残る全域を月寒東へと解消した。1997年に、清田区を分区した際、五条十九丁目の一部を北野に編入、清田区北野七条一丁目となった。国道36号北海道立、 産業共振会場北海道農業専門学校北海道札幌月館高等学校札幌第一高等学校札幌市立月寒小学校旧門、ご当地名物は蒸気の月寒アンパンであるが当地のアンパンは一般的なアン入りのパンではなくどちらかというと中華の月平に近い卵も多めに使われその上水分控えめで かなりしっかりした密度の高い仕上がりになっており、一般的なあん、パンより保存がきく。ありがとうございます。